こんにちは、佐々木です。本日は、ラクマ発想方法について質問です。簡単ラクマパックはどこで購入したら良いですかというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい、えー、この動画では、ラクマのね、えー、こういったに質問が来ましたら、ぜひね、えー、この回答ですね、紹介させていただきます。はい、えー、こちらですね、見ていただくとわかるんですが、まあ、やりとりはこんな感じですね。はい、であのー この方はですね、ラク欄パックが、えー、ラク欄パックですね、をヤマト運輸で売ってるかどうかって聞いてきたんですけど、えー、っとですね、ラク欄パックっていうのはですね、排素法なんですね。はい。なので、ラク欄パックっていうのは売ってないんです。で、こういったふうにですね、あのー、もし、あのー、このラク欄パックっていうのをですね、あのー、ちょっと考えたらずれてしまうんですけど、例えばですね、 簡単ランクマパックを黒猫ヤマトで配送ですね。まあ、ファインマンもそうなんですけど、セブンレンですね。えっ、ー、と、宅急便コンパクトっていうのをですね、購入していただくようになります。それとですね、えー、まあ、これはこれでいいです。専用箱ですね。であ、あとはなんですけど、60サイズ以上の宅急便ですね。猫ポーズの場合はですね、まあ、冬用の段ボールと100円ショップって封筒ですね。えー、これで、えー、と配送ができます。なので、ぜひね、 えー、ラクアパックっていうのをですね、売ってるっていうふうに考えなくて、発送ですね、配送方法ですね、と考えてください。で、専用の卓球、専用で送るときはですね、卓球便コンパクトだけが専用ですね、箱ですね、これを利用していただくようになります。はい。で、あの、ここですね、クネクヤマとファミマセブンイレブン、こちらのときはぜひこれを利用していただくようになります。で、なので、ぜひね、あの、 この点気をつけていただければね、いいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマルティマニュアルをプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。あと、YouTube が質問ですが、一切受け付けてません。LINE や登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。